ディスチャージは、イギリスのハードコアパンクバンド。1977年にストーク・オントレントで、二人の兄弟、テリー・テズ・ロバートとトニー・ボーンズ、ロバーツ、ロイ・レニー・ウェイン・ライト、およびトニー・ハコ・アクソンによって結成された。バンド名は、セックス・ピストルズの、ボディーズ・ナイノ・カシより、ギグのブッキングは、当時の友人、ターニャ・リッチが言った。一本のデモテープ、セルフ・タイトルを、 結成年に制作。ファッション、サウンドともに、当時のパンクロックそのもので、当時のセックスピストルズ、ザ・クラッシュ、ダムドに影響を受けた。このメンバーでは、ストークオン・トレント周辺でのローカルのギグをプレイ、しだけだった。1979年に、ハコが脱退。テズが、ドラムに変更、ローデーをしていたキャールが、ボーカルで加入。キャルが加入し、それまでの曲はべて捨て、 曲を新たに書き直し、歌詞はキャルが書いた。1977でもというタイトルで、後にブートレックで出回り、2008年に正式に CD で再発。ライブインプレストン、ライブナトヒンガムユニオン12、3、83の2枚の 7EP は、かなりレアで入手困難。特に、ライブインプレストンには未発表曲の Where's our freedom? が収録されていることで有名。ありがとうございます。